Sai, you can check out Biohazard LE2. はい。ということでね、前回からね、いよいよね、レオン裏編ということで、これがまあ終わったら、一通りまあレオン編とクレア編の表も裏も全部クリアしたということになるんで、まあ、とりあえずね、それで、今シリーズは終了としていけたらなというふうに思ってはいるんですけれども、まあそこから先ね、なんだっけ、もうすでに歩いてらっしゃるゾンゾンちゃんがいるね。君の階級はなんぼだい？私はただの新入社員。で、まあ、その後、まあ、ハンコをやるのか、まあ、エキストラのそのやつをやるのか、ちなみに僕、あんまりその、これに触れてる時間が長くなかったっていうのもあるんで、残念ながら、なんだったっけ、ノーウェイアウトだっけ、最初のさ、コンビニでなんか、ザザザザ撃つやつあるじゃないですか。100体のゾンビをぶちのめしていかなくちゃいけないってやつ。あれ、残念ながらね、まだクリアしたことがないっていうね、まあ、所詮、まあ、皆さんもこれを見ていただいたら、ああ、おめえだったらその程度の腕前かっていうね、方もいると思うんで、もうまさにもうご認識の通りっていうね、もう私がもう雑魚でございますから、みたいな。うん。雑魚で卑屈の、ただのしがない30歳のおっさんですから、みたいなね。うん。30歳で今時おっさんじゃなくて、まだお兄さんだと思うんですけど、に。まあ、それはいいんだけど、今回は、まあ、どうしようかな。もうやつを解放するかどうかなんだよな。皆さんご存知の通り、やつね、今回、いつもさ、その表編とかだったら、なんかガチャコンつってさ、ヘリコプターをね、お持ち上げるところ、火を止めてヘリコプターを持ち上げるところになったら、まあ、いるみたいな感じだと思うんだけど、あれ？こんな瞬間移動するやつだったっけ？とりあえず、ブルン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 。まあでもさりげなく LE5 だっけ32発のマシンガンのやつ。あれをこうゲットして倒すのもいいかもしれないけど、まあちょっとマービンが遠くにいるんで、ザザザザどこか。うい、うい、うらうら、うら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 。マービンも、まさか部下にこんなね、陰菌な、陰険なね、陰菌じゃねえ、陰菌はやばい。うん。陰菌タムシはやばい。うん。陰険な行為をね。なぜか部下にされるとは思ってなかっただろうかな。あれ？なるほど。私と鬼ごっこしようと思ってるのに、キャッキャ、ウフフ、あはははは、あはははは。気づけよ。でん。なんだ、痛いぞーって。うん、それは痛いと思う。後頭部、そんな頭でねえ。てか、ゾンビになったら、この、だいぶオカマっぽいやられ方だ、ね。あ、でもまだ生きてるんだ。はい。はい。ブルブルすな。そうなんだよね。なんかさ、よくわかんないんだけど、冷静に考えればさ、普通の人間だったとしたらさ、後頭部ぶち抜いた時点でさ、もう死ぬわけじゃないですか。ところがなぜかゾンビになったら頭を何発っても死なないっていうのがさ、よくわかんないよね。そこら辺のリアリティを考えると。あと、新陳代謝が、めちゃくちゃ激しくなるから、常にその食欲がね、めっちゃあるみたいなことをが書かれたりとかするじゃないですか。まあ、性欲と睡眠欲がないだけマシなの。でもなんで、まあ、そっか、新陳代謝が激しいから食欲が増すのか。まあ、それはいいんだけどさ、かといってさ、ねえ、じゃあ、痛覚とかいる、あらゆるものがなくなってさ、何でもかんでも、こう、ちょっと相撲しんどいに向かってくるっていうのは、俺はこれで、まあ、そこら辺がウイルスによる人類の、なんだろう、人体の神秘変化っちゅうのかな。そこら辺はよくわからないけどね。まあ何でもいいんだよね、そこら辺はね。さて、じゃあ、ちょっと今回人生ハードモードにやっていきたいと思うんだけど、さすがにベリーハードでやるつもりはないので、今からここにいる全身筋肉むき出し男かなを、ちょっとやり込んでいったら、裏辺になるとこれあれなんだよね。あいつが落ちちゃったパターンになるんだよね。そう。人生ハードモードから、よいしょ。来るかな？来ないな。ほら、ほら。あ、キャ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 、危ない危ない危ない。シュシュシュ、そんな、遠慮せずに、こっちおいでえな。そう。お兄さんと遊ぼうよ、ねえ。お兄さんと遊ぼうよ。さて、まあ、そん
な変態チックなこと。そうそう、でこいつを、ぶちのめしたらちょっと変態白紳士さんをちょっと解放しようかなと思ってるんで、まあ多分ね、あのその方法についてご存知の方たくさんいられて、いやーもうあの距離から急に飛んでくるかね君。いやーあと 1,2 発だったのか、しまったな、あれ飛んでくるのかわさずにこれぶちのめしてたら多分飛んでくるところをぶちゅってやっとけばいい。くそったれー。まあいいや、まあちょっとね、あの若干難易度を上げてプレイするくらいが無限ハンドガンを使う、まあなんてだろうな、まあ代わりじゃないけどね、くらいにしといてやろうじゃないか。さてじゃあこいつをね覗くと、そう、完全にあれだよね、ブシッ、警官じゃないよなその通りなんだけど、なんか完全にあの歩き方さ、ちょっと演出を意識した歩き方してらっしゃるよね、うん、さてさて、どこまで進めっかなんだよな。ここはね何周もしてくるところになるからね、気をつけなきゃいけないんだけど、うん、でここゾンビがね裏辺からクレアトンの人でわーって出てくるんだけど、まあ、ここにゾンビが数体出てこないだけでもまだマシ。あとあのリッカー1匹が出てきて歩けるっていうね、その安心感あるからね。ケイ、まあ、アイテム整理はどんどんしていきましょう。序盤の方はねちょっとどうしてもやっぱ持てるアイテムは少ないからね。でここら辺もこれ今取ってもあそこの廊下あれだもんな。でちょっとあのエナジードリンクとかね、あそうそう、もう先月の話だけどバルクスでエナジードリンクが出て、急なリンボーダンス、そうエナジードリンクがシャーン、そうなんだよね、味が出たんでね。ただまだ家に3袋か4袋くらいプロテインが余ってるから、ちょっとまだね買うわけにもいかないんだよな。よいしょ、これ落ちてくるよね多分ね。表辺と一緒だった、じゃあ表、うわっ、あ近いわ、やばいやばい、これでも組みつかれたら、あおお、オッケー、できた、あれ いないな、あれどこ行った、キャッツはどこ行った、あれ、おちょっと、あれ、あれ、びっくりした、おおお、いつの間に、あーちょっと待って、全然画面いたっけ今、うわ見逃したわ普通に、くっそビビったー、おおゾンビに組みつかれるってやっぱ怖いな。うわーもうこれさ、あいつ歩いてんのにさやべえな、あいつがもうドシ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 歩いてきてるのにさ、もうここでデンジャーなってるっていうのちょっと危ないかもしんないね。食い組み合わせといて、もうよいしょ、とりあえずもうちょっと使っとかないとね、いつやつが来るかなんだよな、そこら辺が分かんないと。まだ来てないよね。いやあのね、ここで閉じ込められたらね、あの あからさまにこうなんか見えない壁にはまわれた、この小さいベンチに挟まり、あのをなんかサンドイッチしながらくるくる回るっていうことになったりするから、よいしょ、カチャコン、オッケー、ういよし。じゃあ、これで、上行って、下はまだ来てないよね。大丈夫だよね。来てないうちに、あ、そっか。今、奴がここに来ようとしたら、さっきのあの、リッカーがいた廊下を渡るしかないんだ。あと全部塞がれてるもんね。ってことは、まだまだ遠回りしなきゃいけない現状があるから、多分しばらくは安全なんじゃないかな。これが仮に上から来たとしたら、もうなんかパニックだよね。まだ会わずに済みそうな気はする。とりあえずこんな感じでいいかな。OK。じゃあ、ちょっと下のね、処理をしていかなくちゃいけない。下の処理って言ったらなんかちょっといろいろと語弊が生まれそうな感じになるけど。ほい。じゃあ OK。ほい。まずこいつから。で、来るとしたら、あそこの右のドアからガシャンってね、バタン。で、そこにいるゾンビが邪魔だっつってボコッ。あ、まだ生きてる。こいつなんか若干耐久力高い印象があるんだよな。違うかな。で、ここのスペードの鍵はまだ、
閉めてるんで、あ、おはようございます。初めてこいつ起きれたんじゃないか。初めてこいつ起き上がってきてる気がするけどね。そうで、来るとしたら今ね、あそこの後ろのスペードの鍵のところがバカンって開けたとしたら、もうなんかいろいろとカオスな状況になってくると思うから、で、やつが来るのを警戒しつつ起こして、で、こいつが来ないように来て、ちょっと後ろ振ってきて、さあおいで、お兄さんが遊んであげるよ。まあ君先輩なんだけどさ、どこ行くの。ゾンビって若干そのなんか直進で動いてこないから、安心でもあり、でもなんか気づいたら周りを詰められてるって感じがするよね。ああ、それでみんな油断して、おいおい、やつどこに行くんだ、ハッ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 って言ってる間に後ろからグワーってこまりつかれるみたいなね、うん、多分そういうオチがあるんだろうなとは思うけど。 OK、 よし、じゃあ来てないから、とりあえずせ、いやどうしようかな、ここもまだいないし、ちょっと上の鍵だけ取ってしまって、一旦このパートを終了とさせていただきたいと思います。今、録画時間どのくらいなんだろう。あ、しまった。時間計るの忘れてたな。これが今長いのか短いのかちょっとわかんないんで、まあ、ちょっと次に進むための布石だけちょっと打たせてもらって、一旦終わりにさせてもらうようにしようかな。あ、生きてんね。起き上がってくる。ああ、足がちぎれてた。気づかなかった。最後の最後の一発で頭がブチコーンってぶち抜かれたね。 OK、 じゃあここでアイテムを取らないで、こっち鍵、 OK、 じゃあこれで戻ってね、セーブしてね、終わりにしたいというふうに思います。はい、まあもうね、8月も間近に近づいてきてね、もうどんどんね、猛暑が激しさを振るっていってますけど、皆さんね、ご体調だけ気をつけてね、涼しい部屋でぜひ YouTube 見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、まあこうから多分例の白コート変態紳士さんが歩き回って徘徊しまくってっていうので、まあ、僕はもう恐怖に打ちひしがれながらね、やっていくことになると思うんですけど、まあ、その様子もお楽しみいただけたらというふうに思います。ということでね、本日の動画は以上です。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して、応援していただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画以上で終わりとさせていただきます。アイテム拾っとこうか。これだけね、もういらないし、まあこれはしまっとくか。はい、ということでね、お疲れ様でございました。さよなら、バイバイ。